恋愛に壁はない、あるのは扉だけ。恋愛ドクター中山です。いや、復縁ってめっちゃ悩むよね。めっちゃわかる。大好きな人に振られて人生のどん底ぐらいに思うやんか。ずっと元彼とか元彼のことを引きずってる人もやっぱいるし、復縁の相談はずっと受けてきて、復縁って新しい恋って考えないと、うまくいってた時のね、その恋人の関係をずる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 引きずってると基本うまくいかないから、一旦リセットして新しい恋として考えてやり直さないとうまくいかない、本当に。とは言っても僕もいろんなその復縁の事例見てる中で、この状況からうまくいくっていうその成功事例とかもやっぱあるし、で今その復縁とか、まあ、元彼元彼のことですごい悩んでる人がいれば、なんかねこの動画が一つでもね勇気と自信になればなと思って、今日は復縁これでできんのっていう状況から、いやマジうまくいったこの成功事例と、復縁で押さえておきたい LINE とかね、連絡するのタイミングとか、どんな言葉を送ったらいいのかっていうところ、これね3つのパターンをお話しするんで、ちょっとした処方箋ねお話しするんで、ぜひ最後まで聞いてね。僕女性の複雑な恋愛担当だったからね、そこで1回人気ランキング1位にもなったんだけど、30人くらいのアドバイザーになるからね、聞いてる中で一番本当に相談多かったのがマジ復縁。男性が女性に振られて復縁したいってなるのと、女性がね男性に振られて復縁をね、これ進めるのってどっちが難しいかというとね、男性が振られて元カノとよりを戻すので、こっちの方がやっぱ難しい。正直もう僕もいろいろこうサポートしてみて思うんだけど、まあ全くゼロじゃないからね。で僕はもうぶっちゃけその相談を受けてる中でどんな風に復縁をしていったのかとか、復縁はこれできなかったけど他の彼氏ができたりとか彼女ができたその状況をこう見ていく中で、これ女性は結構やっぱ複雑にこう考えがちなんだけど、やっぱね感情的になってしまったら鬼で鬼ラインやってしまって後で後悔することってめっちゃ多いと思うから、で男って基本女性が思うよりも単純だから、ポイントを押さえてじっくりやっていけば復縁は 90% は、まあ、うまくいく、復縁できるのっていう状態から復縁した人もいるしね。今日はその成功事例もお話するし、まあ、その子なんかねマジで鬼で鬼ラインやってしまって、もう後悔で僕に相談しすぎて彼に全部ブロックされて電話も出てくれなくてっていうその状況から、でも実際復縁って短期決戦はできない、もうこれほぼゼロに近い状況だって、そのね別れた原因が解決できなかったら復縁ってなかなかうまくいかないからね。半年かかった本当に賞味、短期決戦でやり直したとしてもまた別れちゃうからね、でまたへこんでまた連絡してきてっていうのは結構あったから、だから今までの彼との関係リセットしないと、そこでやり直してうまくいくんであれば本当に運命の人だと思うし、やっぱ冷却期間ってこれ必要、僕もいろいろ見てきたからね。別れた原因が深刻であればあるほど冷却期間って長くいるからね、毎回束縛してしまったとか、彼にもそれ直す直すって言ってたけどうまくいかなかったとか、それ逆もあるよね。あ、そうさっきの話ね、完全にブロックされたその状況からどうやってこれうまくいくの、連絡もつきようもないし電話かけても出てくれないっていう、でもしばらくかけたらダメって言って、もう連絡もしないでいい、まず連絡を今してもやり直せないからって。ただ一つだけ、彼女が住んでたところが彼の職場から近かったんだよね。これ結構戦略考えれるなと思って、これはちょっと期間を置いてからここちょっと偶然を装って会う線もいけるなと思って、これ実際に成功事例でうまくいったんだけど、半年後に職場の近くにコンビニあるんだけど、そこで元彼と会って、あー久しぶりー、おお久しぶりーみたいな感じでスタートして、これリセットされてるから、それからちょろちょろ会うようになって、よりが戻って、これ正直あんな鬼で鬼ラインねひどかったから、もしかしたらうまくいかないかもわからんなって思ってて、でもね振られたばっかってめちゃめちゃその子も病んでたから、ほぼ毎日僕の方にも電話かかってきてね、昨日と今日その1日間あったって状況ってそんな変わってないやんか。でも自分の心の持ちようってめっちゃ大切、失恋してる時ってめっちゃ落ち込んで視野めっちゃ狭くなってるから、もう話聞いてる方がやっぱ分かるからね。だから徐々にやけど、そのね彼のことばっかり考えてるその時間を、まあ、なくしていけるようにね、なんかその自分がやってみたいこととかね、挑戦してみたいこととか楽しめることとか、ずっと不安とか心配とかね思ってたらもうずっとしんどいもんね。もう夜寝る時も思い出すって言ってたし、その子はなんか英語の勉強したいっていうことで英会話のねスクールに通い出したんだけど、初めは勉強してる時もずっと考えてしまって、こんなんで大丈夫ですかっていう話だったんだけどね、ないですか、失恋でもうめっちゃ悩んで落ち込んだ経験、まあ、経験あったらぜひあのコメント欄で教えてね。でもね2ヶ月もしたらその女の子も英会話スクールでこう仲良くなった男の子と男性とね食事行ったり、いつの間にか僕もなんかその英会話のその知り合ったね男性の方のどう思いますってなってたりね、もしかしたらこの男性と一緒なんじゃないのかと思ったくらい、その元彼と会った時も元彼もなんかこの子なんかさらに可愛くなったし、なんか生き生きしてるし、あれってなっちゃうんだよね。
だからやっぱりずるずる考えてしまう気持ちっていうのも分かるんだけど、まあ、一旦リセットしないと増えるっていうのは難しい。僕も複雑な恋愛担当をして もっともっとその極端な話 も実はあんねんけど、その子はねキャバクラで働いてた女の子で、そのね男性のことをすごくハマって、その男性を振り向かしたいっていう相談でね、まあ、ちょっと復縁とは違うんだけど、ちょっとでもねなんかその気持ち その参考になったりとか話するんだけど、そのホストの男性の売り上げを上げるためにね、その女の子は風俗の仕事をやるっていうことなんだけど、実際その期間終わってしばらくして僕に電話あったんだけども、ね、ホストに会いに行ったらそのお店辞めてた、ほんで連絡つかないっていう話で、かわいそすぎるやんってもう僕も思ったんやけど、まあ、しばらくその子もめっちゃ落ち込んでて、新しい出会いをちょっとずつでも見つけていこうって俺めっちゃ応援するからって言ってね、ほんでマッチングアプリを埋めたわけなんだけど、1ヶ月も経たないぐらいでも彼氏はもうできて、そうすんなり、やっぱ振られたりとかもういなくなったりとか、その時めっちゃ落ち込むけど、その時が一番底やから、一番どん底やから、あともうあがくしかないし、考え方もう長くて3ヶ月後には大体みんな笑顔になってる。今あなたがしてるその経験が次の恋愛で強くね相手に対して優しくなれる経験だと思って前に進んでみて、あと復縁の時にも LINE を送るそのタイミングっていうのがあって、鬼 LINE してしまったりとか、早く復縁したいからっていう、もう早いタイミングで LINE してしまったりとかして、ちょっとごちゃごちゃになってしまってね、うまくいかないことも結構多いんだけど、連絡期間でやっぱ必要になるから、この間はやっぱこっちからやっぱ連絡取らない方がいい。で、曖昧な関係になってもダメだしね、彼から連絡あるから会って体の関係だけ持つとかね、そうするとうまくいかない方向に悪いイメージになっちゃうからね、タイミングでやり直せるっていうのはやっぱいい状況じゃないとね、まずはその冷却期間ね、その間はまあ我慢して、まあ、連絡送らないようにするし、彼から連絡が来てもすぐに飛びつかない、わあ嬉しいってなっちゃうんですよ。やっぱりうまくいく恋愛っていうのは依存し合うんじゃなく、お互いをやっぱ尊重し合って、会った時は楽しく、で会ってない時も楽しくいれるっていう関係がやっぱ一番長続きするから、まあ、そんな自分にいられるために、自分が自立するための成長する時間だと思って、自分を満たす時間にする、もう本当にね。でしばらくして LINE を打つタイミングはね、3パターン、基本相手が打ち返しやすい軽い感じのその LINE から始めていくのが大切。重たいのはもう基本相手打ち返しにくいからね、重たく思われたらダメだからね、関係を作っていく、新たにリセットして一からだから、LINE のタイミングね、この3つ言ってくるんだけど、まず1つ目はまずイベントね、彼の誕生日とか、まあ彼女の誕生日とかにね、もう何気なくそのライトな感じで、あおめでとうとかね、年明けとかね、で全く連絡手段がなかったとしても、さっきのねコンビニ偶然戦法みたいな、そういうのもあるからね、もしなんかこんな状況大丈夫っていうのはもうコメント欄で質問して、僕も本当に事例いっぱい見てきたからね。で、あと2つ目が、彼が返信したくなるような相手の好きな話題、相手軸の話題で LINE を打つっていうと、これ返信率上がるから。3つ目が、まあ相手にとってめっちゃ良かったイメージのところってあるよね、あなたと行った共通のお店とかね、たまたま友達と行ってやっぱりあっこのパスタ美味しいよねみたいに共通の印象に残ってる話題をね、さりげなく今ね言った3つとも重たくなったり不縁するってのかなと思われると逆効果になるから、まあ、徐々に焦らずにね、あなたなら大丈夫だから、不縁もポイントを押さえて進めるとうまくいくことも多いし、まあ、冷却期間で自分磨きしてもっといい人に会ってる人も本当にこれ多いからね、ね、いろいろ彼とか元カノのことを引きずってて悩んでる人、本当にでも応援してます。で、今日の動画が参考になったよっていう方は、これからもね参考になるような勇気と自信を与えれるような動画を配信していくんで、ぜひチャンネル登録してみてくださいね。あなたの幸せな恋愛を応援してます。気をつけてお大事に。